長野県中野市矢部猟銃事件は、2007年平成19年1月16日に長野市矢部地区で発生した猟銃事件である。この中野市矢部で起きた猟銃事件が、1990年、2003年、2007年、そして、今年の今回の事件、同じような事件、凶悪殺人事件が、4回も起きております。しかも同じ矢部地区です。しかも、猟銃を使った事件です。これをちょっと知ったときに、寒気が走りました。一つ一つの事件をちょっと紹介したいと思います。この2007年の事件は、長野県で4度目となる人を狙っての猟銃事件として全国的に大きな話題となった。事件の背景には、近隣住民と矢部地区の漁師たちとの間での対立があったとされる。事件の概要、2007年平成19年1月16日午後3時20分ごろ、中野市矢部地区の山中で猟銃を所持した男が、近隣住民や猟具店員など計13人を狙撃した。犯人は中山間地帯で生まれ育った38歳の男性であった。犯人は地元の家猟協会に所属しており、猟の道具店で働いていた。事件当日は事務処理のため店を休んで山に出ていた。漁師仲間数人と共に漁をしていた犯人は、間違えて他人を狙撃したとされる。事件が、により1人が死亡、6人が負傷した。事件後犯人は1週間にわたって山中に潜伏し、警察に追われる中で自殺を図った。しかし失敗し、その後、警察によって逮捕、起訴され、懲役18年の実刑判決が下され、また事件を受け、猟免許制度の見直しや、家猟用火器の所持や使用に関する法令の厳格化など、家猟業界全体に対する取り締まりが、規制が強化された。犠牲者やその家族、事件現場にいた人々のトラウマ、憤り、家猟家側の謝罪、現場周辺の住民の生活の変化、事件後の防犯対策強化など、事件は深い社会的影響を与えた。以上です。